勇者よ、今までのわしの行いをどうか許してほしい。切りかかれ切りかかれ。喋った。貴様、今何をした？てめえホメロス、いつの間についてきやがった。尾行にも気づかぬドブネズミに語る言葉など持たぬ。そっか、私の目的は悪魔の子。ただ戻ってきたけん、ホメロスも生きとるね。ってことは改心させれる、新しい未来がやってくるってことが。ね、殺さずとも。今のははしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたは私にとってこれから起こる大祭の犠牲となる一人に過ぎない。君には悪いけど、君はもうとっくにね、一回倒されてるんですよね、私たちに。そんなバカな、闇のオーラを切り裂いただと。仲間からしたら主人公いつの間にこんな強くなったって感じよね。その剣は一体剣、おのれ、そんな剣一つで私に勝てると思うたか。悪魔の子よ、悪魔の子と手を結びし者どもよ、この命の大樹を貴様らの墓標にしてくれよ。グレイブはまだ味方じゃないんか。仲間の中におらんのかな。ここで果てるがいい。ここをやっつけたら出てくるのかな。どれせい。なんだその剣は、まさか我が闇のバリアまでも。魔王の剣なんすよね、これ。ああ、なんと美しい。ドルモーは弱い弱い、弱すぎるよ。おけがはありませんか。あっという間なんですけど。あ、壊れる。バカな、この私が、この私が破れるなど。この段階のホメロスはまだあれなのか、他の形態とかはない感じ。こんなところで果てては。いや、変身するか。あの方へ申し訳が立たぬ。違うな。なるほどね、この段階のホメロスやったらまだ人間体でしかないんや。人間体でなんかああいう、なんていうん、魔の力だけを渡されてる感じか。何、死んだの？やめてよ、改心してよ。あ、王様来た。あ、グレイグ。この破片は魔王の剣です。今この中にはウルノーガがおるってことよね。ホメロスを追って来てみれば、これは一体この場で何が起こったというのだ。グレイグよ、この者の姿を見るがよい。デルカダール王国の将として仮面をかぶりつつ、裏で魔物に魂を売っていた者の末路じゃ。グレイグ、よく聞きなさい。魔物の手先として暗躍し続けていたのは彼じゃないわ、ホメロスだったのよ。お、生きてる。やはりそうだったのか、ホメロスよ。お前ほどの男が何故魔物に。お、ここで正体を表してグレイグ仲間になるか。え、大丈夫、とどめ刺されない。ここでウルノーガからやめて。 お助けくださいませ。ああ、
マジか、結局死ぬの？せっかく過去に戻ってきたのに。人民をたぶらかし世を乱した悪魔の手先め、死をもって償うがよい。あ、そういうことね。ここで正体明かすわけじゃなくて、あくまでデルカダール王として処刑ってこと？あー、死んだよ。グレイグよ、前回よりもあっけない。よくぞホメロスの正体を見抜き、わしをここまで連れてきてくれた。ホメロスがかわいそうすぎるんですけど。マジか、今回はなんか明るい未来があるのかと。そなたがいなければわしはずっとホメロスの口車に乗せられ、魔物たちの企みに手を貸していただろう。ここで正体明かすのやめたんか、ホメロスがしくったけん。ありがたきお言葉。ホメロスの強行を事前に食い止めることができ、今回直接ね、二人が言葉を交わすことすらない最後やったよ。悲しすぎるんですけど。勇者よ、今までのわしの行いをどうか許してほしい。切りかかれ切りかかれ。わしは今までホメロスから勇者こそが魔物を呼ぶ存在、悪魔の子なのだと説き伏せられてきたのじゃ。お父様。ああ、でもここで切りかかったら勇者が、そなたマルティナか、ね、確実に勇者が。よくぞ無事でいてくれた。悪魔の子でしか。そんなところにいないで、よく顔を見せてくれ。うん。おお。老よ、そなたにも苦労をさせたな。ユグノアの件は残念だったが、これからは力を合わせ復興していこうではないか。それも大事じゃが、まずは16年前に我が国ユグノア王国を滅ぼした宿敵ウルノーガを倒さねばな。そいつなんだよ、ウルノーガ。ホメロスもおそらくウルノーガの手先だったのだろう。余計なこと喋る前に消したわけやね。話は聞いたな。全ての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。一回真実見とったらさ、こいつは何の演技をしてんだとしか思えんよね。さあ勇者よ、大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのじゃ。で、手に入れようとしよるときに攻撃してくるんやろ。そいつの言うこと聞く必要なくない？あ、でも剣なくなったんか。え、取るの？取って倒すのか？ホメロスは魔物の手先じゃった。奴のこれまでの行いを見る限りそれだけは疑いようもなかろう。ウルノーガの居所はまだ定かではないが、勇者の剣は安さの対決に欠かせぬもの。さあ、命の大樹から剣を受け取るがよい。まあもうね、魔王の剣なくなってしまったけんな。ホメロス、お前ほどの男がなぜ魔物などの手先に。一体誰の差し金で。こいつだよこいつ。すべての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。さあ勇者アイナよ、悪の根源を断ち切るため大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのだ。ストーリー上でやっつけたりするかな。大樹の魂の中に入りましょう。さっきちゃんと思い出したもんね、あいつがウルノーガってことは。勇者の剣ゲット。さあこれでどうする。今そこで刺し殺す。わー、なんという素晴らしい剣だ。取られる取られる。わしにも見せてくれぬか。怖い、何今の。なんだ今のは。何今の。まあよい、なんか魔物の触手みたいなの出てきたけど。早くデルカダール城に戻って宴の準備をせねばな。何今の。ほう、もしやわしらをデルカダール城に招いてくれるのか。
今さら何を言う老よ。そなたたちはウルノーガの手先ホメロスから命の大樹を守った英雄ではないか。そっか、この時点ではウルノーガはあれよね、主人公の父親が殺された時からずっと中に入ってるってことやけん。聞いての通りだ。そなたたちの功績を称えるため、もう主人公はずっと我が城に招待させてほしい。デルカダールでは煙たがられとった感じか。その段階か。なるほどね。もうなんかデルカダールをめちゃくちゃ普通に話しよった記憶しかないけんさ今そういう段階か。すまない、今は言葉が見つからぬ。私がこれまでしてきたことはいつか日を改めて詫びさせてくれ。いや、敵対する期間めちゃくちゃ短かったけど。さあ、わしらは先に城へ戻るとしよう。デルカダール城で待っておるぞ。ねえ、今ここで切り殺すのが一番良くない？乱心したとしか思われんか。まあ、でも一応デルカドアル王の中にずっとウルノーガおるわけよね、今のところ。ってことはそれを誰かに言うしか。デルカドアル城2階の玉座の間にいるデルカドアル王に会いに行こう。ここルーラできる？できるんかな。木々の間から抜けれます？ルーラ、デルカドアル城下町。え、あれか、何やったっけ、 あの女の子誰やった。女の子っていうか、トレビアーン。違う、これマルティナか。あ、マルティナも16年ぶりに再会したばっかりか。あれすごい淡々と話しよるけん、なんか感動薄くない？中身売るの方がやけんやろうけど。16年間ずっと会いたかったお父様とやっとゆっくり過ごせるというのに、どうしてこんなに気が重いのかしら。ずっと一人ぼっちで国を守っていたお父様に今更会いたくないなんて、私ってば本当にひどい娘ね。そっか、16年ぶりの再会か。どうもデルカダール王はこれから大事なお客さんを迎えるそうでね。お城の方がなんだか騒がしいんだ。気になるならお城に行くといい。この先の階段を上り、さらに進むとお城があるが、夜は閉まっているから昼に行くんだな。今だね。そのタイミングは今ですね。いやー、すごい平和。あ、ってかあれよね、もうあっちの世界ではさ、デルカダール城とか滅びとったけん、え、もうめちゃくちゃこんな場所やったっけってくらい記憶にないけどだって要はあれよね、結構初期の段階で入れんなっとった感じやった、近寄れんかったよね。グレイグ将軍と軍師ホメロス、せっかく観光でここまで来たんだから、二人のことを知ってから故郷に帰るよ。二人の英雄について書かれた本はきっとこの町の本棚の中にあるはずだ。町の西側も調べたから、東側を歩いて赤い本の入った本棚を探してみてくれ。赤い本は読む価値のある本なんだそうだ。二人の英雄について書かれた本を見つけたらここに戻ってきてね。それじゃあよろしく頼む。そういえばそんなのあったね。受けたよ、そのクエストを受けた記憶はあるわ。なるほど。解決してなかったんか。なんかそれぐらい解決できそうな気がするけどな。どこやろう。あの建物かな。ちょいと待ってよ。なんかここのさ、この辺の建物は、何の建物か知らんけど。店主不在のため休業中。はぁ？だ、デクの店？デクやっけ。わーい、神の兄貴、無事だったんだね。どうしてるか心配だったけど、またこうして会えて嬉しいよ。神の兄貴、もしかしてこれからデルカダール城に行くつもりなのかな。また捕まらないように気をつけてよ。え、向こうの世界では奥さん死んどったんやっけ。こんにちは、デクの妻のミランダです。神さんのことは主人からよく聞かされていましたわ。皆様がデルカダール王にお城へ招待されたという噂を聞いてから、主人たらずっとはしゃいでますのよ。よかった、幸せそうで。でもあそこじゃないとするとこっち側なんか。
どのあたりかな。宿屋の部屋とかにない？なんかそういう本棚部屋かな、あるとしたら。赤い本、本棚ねえや。あ、これか。冒険者の心得、モンスター編、絶対違うな。ロトズタシアを旅する冒険者たちよ。危険を顧みず世界を旅する君たちに耳寄りな情報を教えよう。なんと昼間活動するモンスターよりも夜に活動するモンスターの方がはるかに強く、また凶暴なのだ。そのことを心に深く刻み、夜外を出歩くときは十分に注意するのだ。全く関係なかった。あ、そして人の部屋。ないんかな。外だな。なさそうやね。ってことは別の建物か。どこだ？この辺は？酒場に本はないか。繋がっとった。同じ建物やった。この辺もないし。ここ。あ、これは？あ、これじゃない？将軍と軍師二人の英雄という式だ。魔物がデルカダール王国を襲ったとしても、この国が滅ぶことは決してない。それは二人の英雄がいるからだ。一人は武勇に優れたグレイグ将軍。相場リタリフォンを買って、これまで何百回と魔物の討伐に向かったが、未だ無敗である。騎士道にも精通した武人で、剣術の腕は王国一。圧倒的な力から繰り出される大剣の前には、あのトロルでさえも太刀打ちできないだろう。もう一人は、知略に優れた軍師ホメロス。古今東西の戦術に精通し、わずかな部隊で魔物の大軍を破る数多くの実績を残している。剣の腕ではグレイグに及ばないものの、確実な勝利のために戦況に応じた作戦を実行する的確な判断力と迅速な決断力を併せ持つ。武勇のグレイグと知略のホメロス。ホメロスの作戦のもと、グレイグが戦場に出た時、王国の兵たちは天下無双の部隊と化すのだ。二人の英雄に関する本を見つけた。デルカダール城下町にいる観光客に教えてあげよう。よしよし。こんなさ、路地裏にある家の本棚に眠ってる本、そんなに話題になるもん？あれ人んちじゃないの？いや、図書館にあるとかならわかるけどさ。あ、この人か。あったよー。おお、二人の英雄について書かれた本を見つけたのか。教えてくれ。本には何と書いてあったんだ？何？グレイグは武勇に優れていて、ホメロスは知略に優れているだって？武勇のグレイグと知略のホメロス。ホメロスの作戦のもと、グレイグが戦場に出た時、王国の兵たちは天下無双の部隊と化す、か。これは知っておいてよかったな。二人の英雄がいる限り、王国が安泰だというのも納得できる。いや、君のおかげで、グレイグ将軍と軍師ホメロスのことがよく分かったよ。これはお礼だ。受け取ってくれ。ユグノはどうか。将軍と軍師、二人の英雄。クリアー。やっとだね。時を超えて。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか過去に戻ってきて、とりあえず速攻でね、ホメロスのことだけすごいかわいそう。よし。ね、みんながああいう風に、あの本みたいに思っとるっていうことを、ホメロスもちゃんと分かってくれとったらね、そこまでこじらせんかったかもしれんけど、悲しい。